はい、皆さんこんにちは、アミの空海です。昨日はちょっと体調が悪くて動画を上げることできませんでした。でも今日はもうだいぶ良くなりました。まあその様子についてはまた家に帰ってからお話しするとします。はい、ということで家に戻ってきました。実は昨日朝の10時にビーフシチューを食べて、でその後ちょっともう胃が痛いというかお腹がゴロゴロし始めて、でもうそれからもう2時間おきにトイレに行くという羽目になりましたね。いやビーフシチューが悪いんじゃないんですよ。いや原因はおとといあたりから飲んでたそば茶ですね。そば茶1リットルずつ、まあ、飲んでたんですけども、昨日ではなくておとといぐらいからもうちょっとお腹ちょっとおかしいなっていう感じはあったんです。違和感はあったんですよね。でもまあ特にお通じの状態悪いわけじゃなかったんで、まあほっといたんですけどね。で昨日ビーフシチュー食べたら一気に爆発しました。いやーひどかったですね。もう寝てる時も2時間おきに起きて、なんでもうぶつ切りにしか寝てないんで今日は非常に眠いです。今非常に眠いです。あとその昨日の朝の10時のビーフシチュー以降をついさっき食べたんですけどね、バナナとか。そのついさっき食べるその10時以降食べてなかったんですよ。24時間以上食べてなかったんですよ。でまあついさっきバナナ食べたって感じなんですけども、ね、いや食べないととにかく全ての動作が遅くなりますね。いやもうなんかフラフラクラクラ、おまけにちょっと腰も痛くなって大変でしたけども、まあ、昨日今日と。でもようやくご飯食べて、それで先ほど外に出てそれで買ってきた下痢止めですか、下痢止めの薬、まああるんですけどね、まあ、飲んだんで、まあもう大丈夫だと思います。今のところは全然今日の朝の9時以降一回もトイレ入ってないんで、まあもう鎮静化してきたかな。まあ明日にはまあバリバリ薬になってきたっていう感じにはなってると思う、なってはきました。ただちょっとね風邪気味ってちょっと寒気がするんですよね。でちょっと頭が痛いんですよね。なんでちょっと気をつけないといけないなと思うんですけど、まあ汗たっぷりかいて、体がダメだと健康じゃないと思う。何やっても集中力かいてしまうんでね。まあ皆さんもまあ気をつけて、体に健康管理に十分気をつけて、これがちょうど季節の境目ですから、この時期一番風邪とか引きやすい。なんでね、まあ気をつけて、私も気をつけますけど、まあ皆さんも気をつけて、まあお互い頑張っていきましょう。まあ今日は昨日今日とまあ特に言いたいことはなかったんですけども、北朝鮮ミサイル発射しましたね。まあすぐ爆発したっていう話ですけどね。まあこれからもまた続くんじゃないですか、挑発。でいつドンバチになるかまたわからないんで、まあ我々もまあ少し覚悟を持って生活していった方が。まあ、より安全ですね。ということで今日はこれで終わりとします。アディオス。アスタマギャナ。